こんにちは、ボイスロイドのゆずきゆかりです。こんにちは、とんかつにソースかけてる奴らって応用問題苦手そう、時代は醤油だよな、キズナあかりです。それでは本日のニュースはこちら。税法、小学生の税金ポスターが深い。小学生が書いた税金の大切さを説いたポスターが話題です。税、最高。税のおかげで大切な仲間とも出会えたよ。税金で大切な仲間と出会えたらこっちとら寂しい思いしてなかったんだよ。お前らに USJ を一人で回る寂しさがわかるか、あかりちゃん係なんて作られた気持ちがわかるか、何が仲間だたまたま同じクラスになっただけだろう。あ、はい、そうですね。こんなポスターもあります。理想の国にするぞ。税金を納めて理想の国作り。これにはデッド民も。真理だね。まさに血性。赤黒い矢印が何とも言えん。税金がロシアに送金されてるみたいで草。ちなみにアメリカに送金されているみたいなポスターもあります。なぜかハートマークがアメリカ国旗チックになっています。いや、これは純愛だよ。純愛要素どこだよ。血税、アメリカ、そしてハート。この絵は、心臓とアメリカ、つまりアベトラを表現してるんだよ。さすが純愛過激派ですね。さて、お次は任天堂の人気キャラ。税金を納めよう。カービィはそんなこと言わない。実は言ってました。マジかよ、やっぱり風船ポケモン最低だな。さてお次は、税制委員長賞を取った作品。税、払ってぴょん。どこかで見たことのあるウサギだな。目が円マークになってるのは皮肉でしょうか。そもそもこういう税のポスターって、税で桜を明るい未来、みたいなコピーが基本でしょ。この、払ってぴょんが選んだやつの本音だろ。さらには税に関心を持ってもらうため、その教育は書道にまで及びます。納税志向の高揚、自主納税の推進。これがディストピア教育か。それにしても字がうまいですね。お次は、小学校1年生の税に関する書道作品。税税税税税税税。めっちゃ疲れてくさ。納税は国民の三大義務ですからね、その教育という面ではありかもしれません。消費税をいつも納付してるのに一向に暮らしは良くならない。義務だけ課して搾取する。もう終わりだよ、この国。勤労の義務を怠ってるぞ。それでは最後に謎かけを。消費税とかけまして、GPS と解きます。その心は？どちらも、1割り出します。ご視聴ありがとうございました。